前田さんがやってきました。こちらになります。じゃじゃーん。この SC プロに緑肥をまく機械をつけてみようか。レイナーのベントという機械でございます。ここでエアで吹かれたやつがバーッと出てくると。かっこいい。僕の M7 ですから、前田さんとお孫ちゃんでした。2024年7月30日になりました。先ほどまでね、雨降ってたんですけど、雨も止んでセミが鳴き始めました。早朝はちょっと洗濯機ばらしたりいろんなことをしてたんですけれども、じゃじゃーん、前田さんでございます。皆さんご存知の、私の YouTube では欠かせない前田さんがやってきました。ということで、どうもお久しぶりでございます。よろしくお願いします。先日ね、昆布終わったんですけどね、むちゃくちゃ収量良くて、目室町の平均端子を大幅に我が家超えまして、ダマの効果あったんじゃないかなって私ね、嬉しく思っているところでございます。いい結果になりました。ありがとうございました。ということでございます。ダマのいいところやっぱあれですね、硬いところをちょっと適度に作ると、パワーハローのあのこのぐらい発射振動を作って、その下を硬くするというのがやっぱりこう根の張りが良かったんじゃないかなと。やっぱりね、後から肥料をやったんですけど、走ってても土が硬いんですよね。だから刺さらないし、でずっと管理しててもすごく管理しやすくて、麦踏みあのしない場所もあったんですけど、もう全然問題なく。ということで、今日は、前田さんは何のご用件で来られたかということですけど、今回の用件はですね、こちらになります。じゃじゃーん。今回このロータリーなんですけども、天野さんに使っていただいた SC プロと、あのごおかげさまでものすごい問い合わせがございまして、ありがとうございました。この SC プロに緑肥をまく機械をつけてみようかということで、私がお借りしたロータリーの上に何かがついておりますがそうですね、このベントっていうやつなんですけど、ドイツのメーカーなんですけども、空気でこう圧送して種とか肥料とかを一緒にまくみたいな機械ですね。緑肥これで一緒にまいてみようと思うんですけども、麦芽と整地しながら緑肥もこうまけるというのが非常にいいメリットになっているというところですね。で、後ろのローラー、今回カゴローラーで持ってきてるんですけど、このパッカーローラーとかグッと押さえつけるダマみたいなあのローラーみたいなのもありますし、まあ、今回はあのスタンダードのカゴローラー試してみようかなと思ってます。なるほど。前回お借りしたカゴローラーということでね、スタンダードバージョン、スタンダードでちょっと私お借りして緑肥を任せていただくということになりましたということで、この中にね、緑肥の種を入れて発種するという。そうですね、はい、でここに今ロールってついてるんですけど、この中にですね、種を入れます。でここにこうこういうのがあるんですけど、なるほど、これにこう肥料だったり種だったりが乗っかってくる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 回って、こちらのホースからグーッと落ちてくると、こうたるんじゃうとホース詰まっちゃうんですけども、このエアーでグッと送り込む装置がついてますんで、空気でこう圧送してあげてバッとこう落ちていくと。なるほど。ここでエアで吹かれたやつがバーッと出てくると、綺麗にこう、あ、綺麗に広がるんですか。これだら、あ、そうですよね、風で行くんですから、バーッと行く感じ。そうですね、ここに例えばホースそのまま落としてもらうと削状で行けますし、こいつに当ててもらうとこうバーッと綺麗に扇状にこう広がって、あ、扇状に巻くんですか、これ。そうですね、広がってきます。あとはほとんどこの油圧のシリンダーで金平板とか深さをこの油圧のシリンダーで調整するとか、その辺は同じですね。同時波種ユニット、まあ、同時石ユニットみたいな感じですけど、ユニットが乗っかったというところです、うん、なるほど。いや、これね、私ね、これお借りしたんですけど、むっめっちゃ成長力いいんだよね。やっぱこれ重たいのも絶対あるし、はい、すっごい硬く鎮圧してくれて、しかも深くもいけるしね。そしてサイド性がむっちゃくちゃ良かったんで、超おすすめのロータリーなんですけど、これにさらに端木がついたということで、爪を入れとけば一発で巻けるということなんですけど、今回はパラソイラーをちょっと私つけさせてくれんかなって話したんですけど、はい、まあ、それもちょっとチャレンジしてみるということね、ということでございますが、レイナーのベントという機械でございます。私今回これお借りして、今日はセッティングということでね、ビコンジャパンさんにもお世話になってつけていただきたいと思います。よろしくお願いします。お孫ちゃん M7 やった、大きな M7 やったね。前田さんつけてもらってるよ、トラクター。わーい、大きい。お孫ちゃん、これ緑肥の種、これ撒くんだよ。これ撒くのにあの機械つけるの。 M7 かっこいいね。前田さん運転してる。あ、前田さんニコニコしてます。お孫ちゃん見てニコニコしてるよ。前田さん、やった、バックオーライってパラソイラつけてくれてます。かっこいいね、 M7。 前田さん運転うまいね。すごいですね、あれ。かっこいいよ、あれ M7 やった、かっこいい。お孫ちゃんも乗ってみたいね。お孫ちゃん、前田さん見たことあるべ、 YouTube で。生前田さんです、こんにちは。前あったかな、一回ね。早口言葉です。生前田さん。ビコンの人が今つけてくれてます。大きくなったら農家やるもんね。生前田さんだ。お孫ちゃん、前田さんです、こんにちはって。こんにちは。どこに行くのかな。会話してます。あっち行くの。ちょっと方向違うと思うな。こっち、うん、あっち行くの。今日岡山のじじと行くんだもんね。あっちかな。あっちか。あ、だんだん正しくなってきたね。ね、前田さん、ね、
おひげかっこいいでしょ、おひげ生やす前田さんでした、照れてます、よろしくお願いしますって言っておいてください、僕の M7 ですからってお孫ちゃんにあげちゃうもんね、これね、贈与します、あなたやる頃もうおもろになってるかな、これ M7 かっこいいでしょ、でもね10何年後そうだ ねもういやもうほぼ20年後ですから、私80超えてますからね、ね照れてます、トラクター好きなんだよね、うちのお孫ちゃんね、 M7 乗ったらもうねたまらないもんね、展示会でジョンディアとかずっと乗ってる、そうもう気に入っちゃってね、あのなんだろう、スイッチとか触るの素早くパパパパッと押すんだよね、スイッチ多いともう夢中に、ね、トラクター面白いよね、はい前田さんとお孫ちゃんでした、どうも、はいはいはい、あ乗りたい、お孫ちゃんすごいでしょ、面白いでしょ、機械つけてもらってるよ、お医者たちに M7 乗りたいけどね、ちょっと我慢してください、乗せろって今怒ってたもんね、これでね緑皮巻くんですよ、孫ちゃん何ですか、乗りたいですか、乗りたいですか、そうですか、ということで前田さんとビコンジャパンの方で取り付けてもらってます、実演するのが楽しみでございます、皆様もお楽しみに、パリオリンピックに出場する永原若菜ちゃんと松本選手の応援グッズゲットしたからね、一緒に応援しようね、すごいね、一本膨らませられたね、もう一本膨らませっか、あそうそう上手、ふーって頑張れ頑張れ、上手だね、せーの、ふー、すごいね、初めて膨らませられたんじゃない、膨らんできた膨らんできた、おー上手、おーすごいすごい、パンパンになったんじゃない、これでいけるわ、若菜ちゃんと松本選手頑張れーって、はい、おーはい上手、これポンポンって叩くの、しかもこれトウモロコシじゃん、あそうポンポン、そうそう両方持って、はい持って、あ、こっちも持って、ポンポンって叩いて、こういうところ。そうそうそう、上手上手。頑張れ頑張れーって。頑張れ頑張れー。すごいね。うん。そう、ストローでフーフーできたね。上手だね。これで一緒に応援しよう。応援しましょう。はい、頑張れ頑張れー。お風呂どうでしたか？お孫ちゃん2号くん。はい、一杯やりましょう。お風呂上がりはたまらんぞこれ。ああ、おじいと同じだ。いい飲みっぷりだ。男はキューッと飲まんとな。うん。で、飲んだ後。さあ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 、あーって。美味しいね。お風呂上がりはたまらんね。美味しい美味しい。美味しいでしゅか。あーって。あーそうだ。上手だ。まだ飲みますか？はい。飲んでください。美味しいですか？うん。美味しい美味しい美味しい。おーっとっとっと。あーって。そうだ。美味しいね。風呂上がりの一杯たまらんね。あーって。そうだ。いちごくん。にじません、美味しいですか？あ、食べたい。はいはいはい。お魚好きですか？この、こっち？はい、エビいただきます。エビ大好き。にじませんにエビは泳いでないけどね。あ、美味しい。美味しかったです。明日帰っちゃいます。悲しいです。お孫ちゃん、お別れでしょう。もう帰ります。お別れです、おじいと。悲しいね。ああ、お別れ悲しいでしゅね。お別れでしゅよ、もう。お別れです。さよならです。